皆さんこんにちは、下川チャンネルです。ということで本日もカンコレアーケード通販オリパー買ってきました。はい、今回はですね、通販のしずやさんというところでまたまた買ってきたんですけれども、私たち下川チャンネルはですね、未だかつてしずやさんで一度も当たりを引いたことがなくてですね、ちょっと懲りずにまた買ってきてしまいました。今回はちょっとあるんじゃないかなと思って買ってきました。はい、それがこちら、しずや厳選特品カンコレアーケードということでですね、これなんて読むんだろう、白樹白樹です。1つ600円でして、今回は5パック3000分買ってきました。1パックのうち3枚入っているそうで、150セットが販売されているそうです。まあ、5セットに1つ当たりが入っているということなので、今回は5セット買っておりますので、まあ1つは必ず当たりが入ってるんじゃないかということで、今回はかなり望みが高い感じになっております。そしてですね、内容が買い以上1枚、ホロ以上1枚、そして当たりかも外れ枠で1枚ずつということですね。そして当たり一覧がこちら。はい、まあ基本的に買い中派ですね。まあ北上遠いの買いにとかもあるし、まあ村雨の買い中派とか当たってくれたらまあ嬉しいですね。あとは、まあここ最近出たものと、あとは買い中派とかですね、まあ春雨とかもございます。矢作の買いとか引けたらまあハッピーだなって思います。はい、ということで今回6パックでございますね。はい、長門のイラストです。ということで早速開けていきたいと思います。これほんと通販はドキドキするんですよね、なかなかわからないから。はい、ということで開けていきましょう。お、これは3枚入ってますね。ということで奥から見ていこうかな。お、千歳の貝、そして陣痛のホロ、そして朝潮の貝ですね。ほう、千歳の貝ホロですね。しかも早速いいんじゃないでしょうか。結構出だし好調ですね。では続いて2パック目です。もう早速ね、600円分の価値は必ずありましたね。ほえー、ということで2パック目見ていきましょう。こちら、香取じゃないですか。今、一番、今の時点で一番新しいカードですね。はい、のノーマル、香取です。そして、お、三熊のホロ、そして、大井の貝です。これは完全に当たり枠の一つですね。ありがとうございます。香取が出ましたか。やったー。では3パック目です。ちょっとさっきから、あれ?これはなんと、300円分のクーポンが付いているそうです。おー、ありがたい。ということで、ちょっとさっきから当たりから出してしまってるので、こっちから開けていこうかな。おぉ、瑞宝の貝ですね。貝が入ってるのにも関わらず300円クーポンですか。ありがたい。じゃあ行きます。加賀さんのホロ、そして、わぁ、北上さんの貝中波。え、ちょっと待ってください。貝中波出ましたよ。え、今回めちゃくちゃ引き良くないですか。どうしたんですか?どうしたんですか?とか言ったらめちゃくちゃ失礼なんですけど。え?え?ありがとうございます。私たちちょっとしずやさんには縁がないのかと思ってましたよ。よかったー。しかも300円も当たってるので。え?これ、海中派なのに300円クーポンがついてたんですか?かなり良かったですね。はい。ということで、4パック目見ていきましょう。白露の貝ノーマル。そして、こっちかな。ヒューガのホロ。そして、千代田の貝にノーマル。これ今、本当に今の時点でめちゃくちゃ新しいカード。この香取と一緒に出たやつなんですよ。千代田、こう貝にってことですよ、これ。とんでもなくないですか?皆さん。ステマじゃないですからね、皆さん。本当にステマじゃないんで、皆さん。なんか余計ステマっぽくなってしまった。では5パック目ラストですね。見ていきましょう。今回ちょっと引きやすぎたので、ちょっと怖いですね。どうしたんですかね。では、見ていきましょう。おー、竜田。久しぶりに見たな。竜田の貝。そして、お、山城のホロですね。好きです。そして、千歳の後悔。いや、この後悔今ね、この貝にできるから結構いいんですよ。今、結構上がってるんですよ、価値が。嬉しい。めちゃめちゃラッキーですね、今回。はい、ということで、今回は、ネット通販、カンコレアーケードオリパー、しずやさんのですね、600円の分買ってきました。で、5分の3で当たり一覧から引くという、今回は恐ろしいくらいの神引きでございました。今までの引きの悪さは一体何だったんでしょうか、というぐらいの引きの良さですね。びっくりしました。はい、この香取とですね、千代田の公開には本当に新しいカードなのでめちゃくちゃ嬉しいです。そしてね、北上さんも海中派なのでめちゃめちゃラッキーだったと思います。そして今回5パック分のそれぞれの当たり一覧だったんですけれども、
まあ、目玉っぽいのを並べてるんですけど、まあ、これも買いほろですし、これも後悔のカードになってるので、これ今めちゃくちゃいいカードばっかりが集まってるんですね。なので、でさらにこれ買いノーマルとあとホロがついてるから全然600円以上の価値があるんですよ。これ多分ハズレ枠なのかなと思うんですけど、全然ハズレじゃないっていうか、むしろめちゃくちゃラッキーなぐらいだから、もう本当にもうこれ売り切れちゃってて、もうソールドアウトなんですけど、それ150セットすぐ売れちゃうよねっていうぐらいの内容の良さで、もう私は今回めちゃくちゃびっくりしております。まあ、これでシズヤさんのオリパ買うの3回目なんですけれども、まあ、前回2回が爆死だった分、今回で、まあ、取り返したどころか本当に爆アドだったんじゃないかなと思います。今回ちょっとびっくりしましたね。はい、興奮が収まりません。多分この辺のですね、まあ、ホロとか貝も確定で入ってたので、この辺とかも結構いいですから、とこれと合わせたら多分総額1万円ぐらいにはなってるんじゃないかなと思います。今回はかなりラッキーだったというお話でございました。ありがとうございます。イエーイ、また買っちゃうんだろうなと思います。ということで、本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。今回はラッキーだった。ありがとうございます。